突然侵攻したガルトラント軍によってペテルブルクが陥落しました。繰り返します。突然侵攻したガルトラント軍によって底辺だ底辺だ。ファウストの次の目標はジャポネスかもしんねえって話だい。本当かよ。来るなら来やがれってんだ。火事と喧嘩はジャポネスの花で善人な表往生をと言わんや悪人をや信じる者は救われる。ファウストのやつついにやりやがったか。とうとう戦争が始まんのか。オタル、戦争って何？ねえねえ、戦争って何？戦争ってのはな、無意味な喧嘩のことさ。無意味なの？ああ。だったらやんなきゃいいのにね。そうだな。大丈夫だよ、僕がオタルを守るから。ありがとな。やった。指紋に声紋、それに角膜センサーですか。ずいぶん厳重だね。将軍様、どういうことだこれは。上様はダミーファーストに。それではあの時に。かなりの重傷を負ったのじゃ。そんな。それで将軍様は助かるのか。峠は越しておる。しかししばらくは絶対安静じゃ。お国の一大事という時に。将軍様、早く良くなってくれよ。将軍様がこんなことになっていたなんて。大丈夫だってチェリー、将軍様は必ず良くなるさ。はい。オタル、私も心配だよ、あのじいさんのこと。おい、ちょっとブラッドベリー、割り込まないでよ。せっかく私とオタル様がいい雰囲気なんだから邪魔しないでよね。なんだよ、私とオタルはね、結婚を誓い合った仲なんだよ。何言ってんのよ、いつそうなったのよ。自分のことだろ。おお前ら、オタルはね、私が立派な男にしてやるんだ。一胸が大きいくらい。どうしよう、いい加減にしんしゃい。この一大事何をやってるか。上様は重体なんじゃぞ。待って待って、将軍様が早く元気になるといいっすね。だが上様が元気になるまで待ってはおれん。撃って出るのが正解じゃ。しかしガルトラントの気候兵団相手に勝ち目はあるまい。籠城です、籠城。拙者は三両かけてもいいでござる。いや、撃って出るべきじゃ。それがしがにいよ。だったら籠城に一両。安くなってますけど。てめえら、どいつもこいつも。じゃあ捕まえたネズミくん。クライム、はいって、あんた、ナンバースリー、あれ物語中高いもんじゃなきゃもってば。あなたは二度にもわたって上様をお救いになったマーミア・オタル殿。おお、これが三体の無敵マリオネットですな。いや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 、いい加減にしやがれ。その様が渋滞でお国が一連地って時にてめえらの態度は何だ。俺たち庶民の未来がてめえらに託されていたなんて悲しくなったかよ、ベラボメ。おお、人の話聞いたのか。聞いてますとも。無力の我々を見かねたオタル様がこの3体のマリオネットを引き連れてガルドラントに侵入し軍事省の作戦コンピューターを破壊するのです。ちょっと待て、どうしてそうなんだよ。俺はただの一般市民で侍じゃねえ。もはやそなたしかおらぬのだ。
数日以内には奴らはジャポネスに侵攻する。我らが必死に耐えているうちにそなたがガルトラントのメインコンピューターを破壊する。さすれば敵のセーバーどもは機能停止、我がジャポネスは救われるのです。あのな、私からもお願いする。まず、あの冗談じゃねえ、俺は戦争なんかできねえで、アマツさえこいつらを戦わすなんざもっての若手、蹴るぞ。お待ちください、成功した暁には英雄ですぞ。興味ねえよ、歴史の教科書に載り銅像が立ちますぞ。いらねえ、さらには CD デビューにサインカード、入りおせんべいにラッキーカードで素敵なアルバムをプレゼント。本当か、それは。おたるせんべいちょうだい。おたるだ、しかもラッキーカードだ。また花形かよ。しかも94番、苦しんで死ぬ、演技悪い。おたるだ、おっしゃ、この俺に任せなさい。必ずジャポネスに勝利をもたらそうじゃねえか。もたらそうじゃねえか。ならばこれを使うがよい。こいつすげえよ。よっしゃ、これで鬼に金棒で任せてくれ。俺がガルトラントのコンピューターをぶっ壊してやるぜ。バンザー、頼みましたぞ。バンザおたるくん、おたるくん、君ってなんてお調子者なんだ。ガルトラントに乗り込むなんて無茶だよ。ああ、バカ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 、俺のバカ。すまねえ、みんな。俺は、昔からおまけ付きのお菓子に弱いんで。はあ？花形、俺を叱ってくれ。おたるくんのお調子者、向こう水、一気当たりばったり、ストロドコへ、おたぐら、バッキリに。なんだこれ。あんだがあいつに言われると無性に腹が立つぜ。それって理不尽だよ。でもそんなおたるくんが好きが。俺だけじゃなくてライムたちも危険な目に遭わせることになるんだよな。ガルトラントへの侵入方法なんですけど。空は当然無理として地上も限られるな。ええ、やはり町の端にある地下空洞を利用するのが一番かと。このテラ2は海藻惑星、つまり地下でつながっているからな。ホタル様、それでよろしいですわね。そうだな。ホタル、さっきからどうしたんだ。ちょっと何してんのよ。熱はないようだな。大丈夫だよ、ほらこの通り。動きが変。あとは退路の確認だな。もちろんそれが最も重要ですわ。やっぱりみんなを危険な目に遭わせることはできねえ。あのさ、ホタル、水臭いぞ。え、どうせ一人でガルトラントに乗り込もうと思ってたんだろ。ホタル、そうなの？お気持ちは嬉しいですが、逆にそうされる方が悲しいです。嫌だって言ってもみんなついていくからな。うん、みんなで行く、みんなで。お前ら、うちの退路もこれで OK ですわ。ごめんなさい、起こしちゃった。ううん、何してたの。明日の作戦の確認をね。失敗は許されないし、明日は早いからおやすみなさい。うん、おやすみ。ホタル様って優しいわね。私たちを危険な目に遭わせないために自分一人で行くなんて。僕だってホタルが危険な目に遭うなら行くよ。そうね、ホタル言ってたね、戦争は無意味だって。うん、なんでファウストわかんないのかな。ほんとね、戦争なんかで大切な人を失いたくないって気持ちを。大切な人？戦争って大切な人がいなくなるの？さよなら。やだよ、ホタルがいなくなるなんて、そんなのやだ。
ふんふんふん、小樽くんの行くところ、この花形みつるぎも行く。しかも愛情たっぷり手作り弁当を持って。花形くん、お腹すいちまったよ。ほら、僕の手作り弁当だよ、小樽くん。なんて気が利くんだよ、花形くん。やっぱり君が一番だ。チューしてやるよ。あー、そんな、あー、たまねえな、おい。スーパーたまねえな、おい。にょんと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 にょん。おたるがいなくなるなんて嫌だ。僕がファウストに戦争をやめるように話をしてくる。で、なんだ。こちらでしたか、ファースト様。占領地でのお目覚めはいかがですかな。悪くはない。まもなくペテルブルグの全システムを掌握完了いたします。クローン生産工場および新生児育成センターはお前に任せる。では計画通り成果を見せろ。お任せください。ファウスト様、ジャポネスから地下を通って我がガルトラントに侵入を試みる者ありとの報告です。おそらくはジャポネスのセーバーティーゲルとパンタを迎えに出しました。出過ぎた真似をするな。お前たちは私の命令に従えばよいのだ。申し訳ありません。ファースト様のお休み中にいかなる罰も受けます。お許しください。でも来るがいい。丁重におもてなししてあげるわ。確かなんだろうな、花形。本当だってばさ、ファウストと話しに行くって言ってたよ。ライム、ネズミくん知ってる？戦争って大切な人がいなくなるんだって。わかんないよね。僕もよくわかんないんだ。でもオタルがいなくなっちゃうのは嫌。あれ、分かれ道だ。どっちだろう。あ、え、もしかして道案内してくれんの。やったー。なんだりゃ、滝だよ。地上の水が地下に流れ込んでいるんですわ。待ての。あ、え、なんだ、また行き止まりかよ。ずいぶん地図と違うな。テラ2の地下階層の地盤は相当不安定なようですね。それで地形があちこち変わってんのか。ここが通れないとなるとかなり回り道だな。見つけたぞ。お前一人だけか。あ、ちょうどよかった。僕ファーストに話があるんだ。相当に話だと。うん、話に来たんだ。戦争なんてやめよう。なんだと。だから戦争なんて。バカにするな。ライム、どうした。何かあったのか。ライムが危ない。え、この向こうです。よし、道がないなら作るまでさ。ほら行くよ。ちゃんと、うわっ、ファウスト様に意見するだと。生意気な。だって、オタルがいなくなるの嫌だもん。
今までの借りを返してやるぜ。ライム！自己紹介がまだだったね。私はティーゲル、ガルトラントのトラカエ。ライムを離せ！こんなもの！許さん！オタル様！死ね！オタルは僕が守るんだ！ライム！このガキ！スピードは私の方が上だね。どこ狙ってんだ？待て！おい！ブラックベリー！オタル様！経験値が足りないぜ、ガキが。ライム、砕けろ！昔本で読んだことがある。人間の女の子はネズミが嫌いだって。うわ、お友達がいっぱい。あれ、乙女カエルがネズミに反応したのか。何、侵入を許しただと。たかがジャポネスのセイバーごときに遅れを取ったというのか。私は無能なものは好かん。ルクス、これからはお前が指揮を取れ。わかりました。オタル様、あと少しでガルトラントですわ。あ、オタルがいなくなるなんて嫌だから。だから僕、戦争はダメだって話してこようって。そうしたらネズミ君が助けてくれ。大丈夫、俺はいなくならない。誰もいなくならない。本当に？あ、本当に本当？ああ、本当だ。本当に本当に本当に本当だね。本当に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 本当だ。オタルくん、ひどいよ、置いてきぼりなんて。あなた、どこ行ってたんだよ。先に行っちゃうから道に迷ってたんだよ。知ってんだろ、僕の方向音痴。知らねえよ。よし、ライム、チェリー、ブラッドベリー、おまけに花形。おまけですか。ガルトラントの作戦コンピューターを壊してみんなでジャンプネスに蹴るぞ。はい、はいですわ。おうよ。